タンキーは、福建、長州、台湾のシャーマン、霊媒師。表依体質のもので、神の意志を人間に伝える役割を果たすとされる。ただし、タンキーは民間信仰に非常に近い存在であるため、日本の神仏集合と同様に仏教の諸仏、儒教の諸世を、道教の神仙と同等に扱い、その身に下ろすことが多い。このため、彼らの関わる宗教を、 神教という用語で呼ぶことが研究者の間で一般化している。東南アジアの家教、家人社会の中でもタンキーは大きな宗教的役割を果たしている。これらの地でも上記の集合的な傾向が強く、シンガポールのタンキー病でガネーシャなどのヒンドゥー教の神々やアラーが祀られている、フィリピンのタンキー病でイエス・キリストや聖母、マリア、聖人たちが 神仙や菩薩如来と共に祀られている、などといった事例が報告されている。シンガポールの上流階級の人々は短期信仰を捨ててプロテスタントやカトリックに改宗する傾向にあるが、そういった場合でも牧師がシャーマンの役割を果たしており、信者たちと集団でトランス状態に陥るという、ありがとうございます。